マクシミリアン・エマヌエル・イン・バイエルンは、ドイツ・バイエルン王国の王家ボー系出身の軍人、バイエルン王国議会議員。バイエルン公の称号を有する。バイエルン公、マックス・ヨーゼフとその妻で、バイエルン王・マクシミリアン一世の娘であるルドビカの、末息子として生まれ、マッペルルの愛称で呼ばれた。自死は、オーストリア皇帝、フランツ・ヨーゼフ一世の皇后エリーザベトである。 マックス・エマヌエルは幼い頃から軍事に関心が強く、1865年に16歳で、バイエルン王国軍第3系騎兵連隊に入隊し、後に、バンベルクチュートンのバイエルン王国軍第1、槍騎兵連隊に転属した。後に、陸軍少将にまで昇進し、ミュンヘンの騎兵学校校長を務めた。マックス・エマヌエルは1875年9月20日に、 オーストリアのエーベンタールにおいて、ザクセンコーブルク号多幸し、アウグストの娘アマーリエと結婚した。本家のバイエルン王子レオポルトもまた、アマーリエに関心を寄せていたが、姉の皇后エリーザベトが介入して、弟とアマーリエを結婚させ、レオポルトには、自分の娘、ギーゼラをあてがった。夫婦仲は、良好だったという。異界用を患い、1893年に、 胃からの大量出血が原因で亡くなった。43歳だった。妻アマーリエとの間に3人の息子を設けた。ウィキメディアコモンズには、マックス・エマヌエル・インバイエルンに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。